転車のコースっていうのが限られた場所にしかなくて、自転車のことを知らない人の目に触れる機会っていうのが少ないので、そこをなんとか自転車のことを全く知らない人に見てもらえる場を作りたいなと思って、出張型っていうのが当初から頭にありました。自転車競技の普及活動と日本人のプロライダーの職業的地位向上っていうところ、今ジャンパーズが行っているショーの数ではまだまだそこには到達できてないので、今の倍以上にもっともっと数をこなすっていうのは、これからもこの活動を続けていくためにすごい大事な要素かなと思います。ジャンプとしての自重がないとやっぱり着地した瞬衝撃で動いちゃうっていうのがあるんで、やっぱそのメインの柱と全部合わせてバックサイドだけでスクラップは500キロぐらいあるような。今一番に挙げる課題があるとすればやはり機材。圧倒的にしんどいところおったもん。あれだよ。もうトレーラー化するとここまでの作業がほぼない。トレーラーでしっかり四隅が組まれてる状態で仕上がってたら、あとは要は下のジャッキを調整するだけで水平合わせるんで。ショーの内容に時間をかけれるようになってくるんで、今だとやっぱその現地で集まってまず組み立ててもらうとこを手伝ってもらってっていうので、みんなそれぞれの体力もなくなってしまって、その次のステップまでなかなか進めないっていうのがもうかれこれ1年続いてるんで。一番やっぱり気にするのはコストだったり時間だったりそういうところ。でもトレーラーだったらまあ人が少なくてできるし、まあ、壁がどっと減ってます、低くなりますから絶対やれる数、場所は増えます、間違いなく増えます。次どこであるんですか、なんかショーあるんですかって結構皆さんね聞いてくれるから、その時に言いたいですね。あ、次ね、じゃあ次は渋谷のとことか、まあ、じゃあ再来月ここでやるよとか。トレーラーがあれば、設営撤収がかなり大幅に、時間も短くなりますし、人員も削減できるということで、もっといろんなところにも、今日この会場で、いただいたような笑顔をね、いろんなところにもっと届けれるんじゃないかなと思います。よいしょ、いくよ、なら行くよ、よいしょ。これ危ないんですよ結構。でもこれも全部トレーラーがあったら一発だね。この苦労全部なくなりますからね。一瞬だと半分ぐらいで終わりますから。